picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。7番ホール484ヤードパー5、短めのパー5です。左ドックとなっており、左に見える吹き流しまでティーから約248ヤード、吹き流しの右に確実にフェアウェイに乗せたいところです。先ほどナイスパットで1アンダーをキープした谷田選手ティーショットです。ナイスドローでフェアウェイ真ん中です。ナイスショット。先ほどのパー3、唯一のパーオンでパーキープしたこの選手、この短いパー5で一つ戻したいところです。ちょっと左に引っ掛けてちょっと OB 気味ですね。吉田キッカー選手、先ほどのパー3のボギーを短いパイパイで取り戻したいところです。フェアウェイ左にナイスショットです。吹き流し右まで飛んでいます。約250ヤードの距離が出ています。フェードヒッターの北堀選手にとってはここは左が木があるのでちょっと気になるホールです。ナイスショット、ナイスフェイド。好み選手暫定球となります。ナイスドローでナイスショットでした。真ん中です、フェアウェイ。ナイスショット。フェードヒッターの北堀朝志選手、左側に木、フェンスがあったにもかかわらず見事にフェアウェイキープです。第2打です。ちょっとフェードがかかりすぎているか。問題ないでしょう。さあ吉田キッカー選手、バンカーを避けてなんとかバーディーを取りたいところです。よいしょ。この選手なんとかボギーで終わらせるようにしたいところです。フェードかかるか。ちょっと右に出ていますがちょっとよく見えないがバンカー方面でした。谷田エリガ選手、ユーティリティでレイアップしております。ナイスショット。さあ89ヤードなんとかここで一つ締めたいところです。ちょっと噛んでるか。距離は左、グリーン左に外れてしまいました。谷田ゆりか選手、約85ヤードピンに向かって綺麗に飛んでいってます。よいしょ。バーディーチャンスにつけました。吉田キッカー選手、80ヤードこれもピンに向かって飛んでいっています。よいしょ。バーディーチャンスです。さあ好み選手、バンカーから第5打目。ちょっと厚く入ってしまいました。約40ヤードのアプローチ、なんとか寄せてダボで抑えたいところです。ダボであれば取り返すチャンスはまだまだあります。
ちょっと右に入ってしまいましたが、なんとかあれをワンパットで沈めたいところ。北堀選手は10ヤードと短いアプローチですが、かなりアンジュレーションがありスライスすると思われ、落としどころが難しいと思います。ちょっと先ほど過ぎました。平野選手バーディーパットです。ちょっと曲がり具合を読み切れませんでした。ナイスパー。その袋読み切れるか。ナイスパーッ。ナイスパーッ。スライスライン読み切れるか。あ、読み切れませんでした。さあ、キッカー選手取り戻すことができるか。フックライン、下りのフックラインです。あ、ちょっと曲がり具合を読み切れませんでした。でもナイスパーでした。8番374ヤードパー4です。右奥のバンカーまで225ヤードなので、右奥バンカーの左中ヤードの狙いです。よいしょ。よいしょ。ナイスドローでフェアウェイ右キープです。これはちょっと左に引っ掛け気味で、すがフレンドリーキックで右に放ってフェアウェイです。ちょっとフェードがかかりきらない。左ラフでしょうか。この美選手先行くようです。砲台グリーン約150ヤード。筋ってます。筋って飛んでいってます。あ、ちょっとショート、ちょっとショートでした。このホールは4名とも残り約150ヤードほど残しています。砲台グリーンとなっており、外すと厄介です。これも筋ってます。あとは飛距離、ちょっとショートでした。ショートでしたが乗りました。さあ、谷田ゆりか選手、ちょっと右から出てしまいましたが、ドローがかかりきらず右手前ショートです。なんとか寄せてパーを維持してアンダーをキープしたいところです。さあ、この美選手20ヤードスライスラインのアプローチショットです。低く出していきました。ちょっとオーバーでした。谷田ゆりか選手約20ヤード、これも20ヤードのアプローチショットです。さあ、しのげるか。ここから曲がります。ナイスアプローチ。見事にしのいでパーセーブです。約17-18メートルのバーディーパットです。ナイス。
ナイスタッチ。約12メートルのスライスライトパーパットです。曲がりきる、曲がりを読み切れませんでした。惜しくも外してしまいました。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。9番ホールにやってまいりました。390ヤードパー4です。バンカーに入れないようにまっすぐ吹き流しに向かって打てばいいホールとなってます。さあ、タイガー選手、ワンアンダーで迎えた9番ホールティーショットです。フェアウェイ真ん中を捉えました。ナイスショット。さあ、吉田選手、ここで取り戻して右に戻したいところです。右からドローがかかりきらずバンカー方面に飛んでいます。北堀選手はこのホールはどうやらフェードではないのでしょうか。かなり真ん中から打っていますが、あ、やはりフェードでやっていくようです。フェードがかかってとよく見えませんでした。バンカー方向に向かって行きましたが、フェードがかかっているので大丈夫だと思います。好み選手、ナイスドロー、ナイスショット。9番ホール距離のある打ち上げです。好み選手、フェアウェイ真ん中をキープしましたが、上りも入れて200ヤードはあると思います。ナイスヒットでした。距離はどうでしょうか。お、ナイスオン。さあ、吉田キッカー選手、同じく上り入れて約200ヤード。ちょっと噛んでしまいました。噛んでしまったが低く飛んで、グリーン近くまでは行ってますが、20ヤードほどショートしてます。残り180ヤードプラス上りです。グリーンヒットしておりますが、ちょっと行方が見えません。上り入れて180ヤード強、2オンなるか。筋って飛んでっています。距離はナイスオン。ちょっとショートでしたがナイスオン。9番ホールのグリーンに来てます。吉田選手、残り約30ヤードの上りスライスラインのアプローチショットですが、グリーンはかなり使えるので、そんなに難しいアプローチではありません。ただ少しだけボールがラフの長いところに沈んでいます。打ち切りました。ちょっとオーバーしてしまいました。距離は近いですが、好み選手から行くようです。エッジからまたバーディーパットです。惜しい。ナイスパーでした。ナイスパー。北堀朝日選手、約20メートル上りのフックラインです。
ちょっとオーバーしてしまいました。2オンに成功し、上りの約15メートルのパットになります。1アンダーをキープしていけるか。まあ大丈夫でしょう。ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスセーブ。ナイスパー、ナイスフロントライン。